どうもこんにちは、スタジオニオンの稲坂です。今日は面白いと思いますよ。タイトルにも書きましたけれども、ソフビの値段ということで、それ言っていいのって、本当にそんな情報を知れるのって思う方もいると思います。僕自身ですね、ずっと前からやりたかったんですよ。ソフビの値段っていうことを皆さんにお伝えして、どんな流れでソフビっていうものが作られていくのか、どういう感じで依頼したらソフビっていうものが本当にオリジナルソフビが、皆さんも作ることができるのかっていうことをお伝えしたいと思ってたんですけれども、僕自身二の足を踏んでいました。皆さんから質問をね、いただいてたんですけれども、やりたいなと思いながら、やってきませんでした。それはなんでかっていうと、それをお伝えすることで、なんていうですかね、僕にとっても業界にとっても、デメリットみたいなところが、もしかしたら多いんじゃないかっていうことを漠然となんとなく考えていました。まあ、つまり深く考えていなかったんですけれども、まあ、もちろんね、今日こういう話をすることで、稲坂おいこらと、ね、大っぴらに言いやがってっていう方はもしかしたらいるかもしれないんですけれども、僕ね、考えたんですよ。最近、ソフビの値段を皆さんにお伝えするっていうことをふと考えたときに、全然、デメリットって本来ないなっていうことに、はたと気づいたんですね。で、その理由っていうものは、今日の動画の最後に説明するんですけれども、まあ、それはこちら側の話ですね。今日はですね、業界のブラックボックスというか、なんかタブーみたいな雰囲気になっている、ソフビの値段、っていうものに対して踏み込んでいきたいなと思うんですけれども、皆さん側からの視点でいくと、今日この動画を見ることによって、どんなことが得られるのかってことですよね。多分ですね、動画が終わる頃に何人かの方が、自分もソフビ作りたいって思うと思うんですよね。そしてその何人かの方、自分もソフビを作りたいと思ったその瞬間に、僕は人生変わると思います。僕のね、 SNS だとか、まあもちろんドキュメントだとかを見ていただくと、見ていただいた方はわかると思うんですけれども、僕ワクワクしてないですか？毎日なんかこいつワクワクしてるな、興奮してるなって、なんとなく見てもらってるんじゃないかなと思うんですけれども、これは演技じゃありません。マジです。本当に毎日めちゃくちゃワクワクして、めちゃくちゃ興奮してるんですよ。それはなんでかっていうと、自分が作ったものっていうものが多くの人に見てもらえて、自分が考えたものっていうのをね、それを形にしてちゃんと積み上げていったら、欲しいって言って買ってくれる人がいるわけですよ。こんなに幸せなことないわけなんですね。で、そしてそれを買って送り届けたら喜んでもらえると、そしてまた欲しいと言ってもらえる、そしてまた作ることができる、作ること自体も楽しいですしね。そうだからね、本当にワクワクするんですよ。で、もしかしたら、皆さんの中にはね、仕事が毎日大変で、お金はある程度稼ぐことができているけれども、昔のようなワクワク感がないと。子供の頃は、たくさん夢があって、将来っていうかね、未来に向けて希望みたいなものを持っている人っていうの、持ってたなーって思う方、たくさんいるんじゃないですか。まあ、僕もそうでしたし、今もそうありたいと常に思い続け、強く強く思い続けているっていうのが自分でもあるんですけれども、皆さんもその世界に、踏み込むことができると思うんですよね。それをちょっと今日お伝えしていきます。で、オリジナルフィギュアを作りたいって思った方、オリジナルフィギュアっていうか、まあオリジナル商品ですよね。作りたいと思った方って、まあめちゃくちゃ、実はもうほとんどの方一回ぐらいは思ったことあるんじゃないですか。フィギュアに限らず、まあもちろんイラストでも、雑貨でも何でもいいんですけれども、まあ作ったものを、何かに見てもらって、それを、何ですかね、売りたいというか買ってもらいたい。まあ、フリーマーケットみたいなところで実際ね、やられてる方もいると思うんですけれども、いざソフビの場合になると、まあ、オリジナルソフビっていうと、まあ、僕の場合はこういったね、これがオリジナルの、で、キャラクター作っている、フィギュアですね。で、これの場合は、まあ、小牧市のキャラクターなんですけど、僕の住んでいる、まあ、小牧山っていうキャラクター。まあ、これもほとんどオリジナルフィギュアの領域になるんですけれども、こういったものを完成品として皆さんに、販売しています。オリジナルフィギュア作りたいっていう方が多くて、まあ実際ね、行動してる人も多いと思うんですよ。ただ、そのほとんどが、おそらくですね、ワンフェスとかで、ガレージキットで売ってる人が多いなと。まあ僕も最初そうでした。
作ることができる。自分で粘土とかがあればある程度作ることができる。今だったら 3D とかもあるんで、もう少し簡単に、立体っていうものに触れることができる、作ってみることができる。ただそれをいざ販売するとなった時に、量産するのが難しい、で色を塗るのが難しいで、綺麗な完成品の商品にするのが難しいっていうことで、まあお金の面もありますしね。でガレージキットっていう形でシリコンで複製をして、まあそれは、業者に出せばやってももらえますし、ご自分でやられてる方も多いと思いますしね、少ない予算で少ないリスクでできるからそれを出すと。ただね、僕もやったんですけれども、やった瞬間にやめました。なんでかっていうと、もう問題があるじゃないですか。まあもちろんね、ガレージキットで成功してる方いっぱいいると思います。造形力が高くて、ね、で人気で行列ができるのね、でいっぱいいると思うんですけれども、僕はこれないなと思ったんですよ。商売的にって言ったらちょっとやらしいですけれども、僕自身ガレージキット、僕はフィギュアを作るということを仕事にしてるんですけれども、ガレージキット、まあ買ったことありますよ。今だって買うこともあります。つい先日も買ったんですけれども、基本的に買って終わりです。せめて組んで、作吹いて終わりです。色を塗って完成に持っていく、ほとんどありません。なぜなら難しいしめんどくさいからです。僕はですね、プラモデル世代ではありません。フィギュアブームが来て完成品のフィギュア、キン肉マンだとか北斗の拳だとかアクションフィギュア全盛の時、完成品のフィギュアを買うことで、僕はフィギュアというものに触れてきたわけです。未完成のものに5000円、1万円、1万5000円出せないですよ、普通の人っていうのは。そう考えた時に圧倒的に市場は小さくなってしまうと思うんですね。買う人がものすごく少なくなってしまう。ただソフビにした場合、もちろんソフビだって安くはないです。安くはないんですけれども、こういったフィギュアっていうものが、まあ、1万円ぐらいはするでします、どうしてもしてしまうんですけれども、完成品として販売することができます。買った人はもうそれを買って、こうやって動かして遊んだりだとか飾っておくことができます。商品として成立するわけなんですよ。だからソフビっていうものは僕はものすごく皆さんにお勧めしたいんですね。それをゲームセンターに並んでいるような、あの重たい PVC みたいなものをやろうとすると、インジェクション成形って言って射出成形のね、しっかりとした金型、すごい圧力で押し出して、成形するような金型を作るとなると、金型作るだけで100万かかるんですよ。もうそんなのやってられないと。ただですね、ソフビに関して言うと、量産品、ね、を作ろうと思った時に、商品としてちゃんと作ろうと思っても、ある程度安い費用でできます。それを最初に今ざっくりお伝えしますね。そろそろ教えろよって言われるそうなんで、ざっくり言います。200万円用意してください。200万円用意すれば大体ね、こういった完成品のフィギュア、を、僕らが100個用意して、彩色をして、したものを100個用意して、皆さんにお渡しすることができます。そしてそれを、販売することができるわけです。200万高ーって思う方も、いますよね。もちろんいますよね。ただですね、200万高いですか？僕は全然高いと思わないですよ。高くない、なんでかっていうと、皆さんね、例えば、車買いますよね。まあもちろん安いものでも100万円台だと思いますし、ね、ファミリーカーとか新車で買ったりすると300万とか超えますしね、もっと高いものもいっぱいあります。で、結構ね、2台、1台どころか2台持たれてる方もいると思いますし、結構買ってますよね。で、もちろん家も買われたりしてるかもしれない、知らないですね。で、もう皆さんね、生活の中でも様々な出費をしてると思います。でも、まあよく聞かれると思うんですけれども、そういったことっていうのは、何ですかね、そのお金っていうのは、出費っていうのは、消費なんですよね。つまりどういうことかっていうと、そのお金を払ったその瞬間から、そのものの価値、資産価値というものを言いましょうかね。資産価値っていうのは目減りしていくわけなんですよ。車なんて本当そうですよね。5年後10年後、下取り出したとしてももうただみたいな金額になったりしますよね。家だってそうです。10年後20年後どんどんガタが来て、よっぽど立地のいい場所だとかそんなところ以外は、基本的に、なんていうんですかね、維持費がかかる割には、価値がどんどん下がっていく、つまりですね、消費なわけなんですよ。で、じゃあ、フィギュアを作る、ソフビを作るっていうのはどういうことなのか。同じ200万円の出費をしたとします。同じって言ったらなんですかね。200万円の出費をしたとします。ただ、それは、
その金型を作っておくことで、これ後説明しますけれどもね、一個一個フィギュアを作っていくっていうことに対しては、そんなに、まあ、これが維持費という、車だったか家に置き換えて言うと維持費というんですかね、維持費というものはそんなにかからないんですよ。金型作るだけだったら大体150万ぐらいでできます。金型まで作るまでだったらね、150万ぐらいまでで、できますので、そこからですね、維持費というものはそんなにかからないです。そして、それは、販売することができる。で、なんていうんですかね、かけた費用っていうものを取り返すことができるかもしれないし、場合によっては利益を生むこともできるかもしれない。宝くじなんかよりはよっぽど確率が高いと思いますね。だから、つまりどういうことかっていうと、フィギュアを作るということは消費ではなくて投資であると思うんですよね。そんなこともちょっと今日念頭に置いてもらいながら、だから皆さん200万そんなに高くないよっていう話なんですけど、投資ですよって、消費じゃないから大丈夫ですよっていう、まあ、ちょっとセールストークなんですけれども、まあね、そういった形で説明していきたいと思います。で、じゃあソフビを作りたいってなった時に、大体皆さんがぶち当たる壁っていうものがあるんですよね。それがわからないという壁ですね。そして、なんとなく怖いっていう、その二つの壁だと思うんですよ。まずそのわからないっていうのは、もちろんね、どこに聞いたらいいかわからないっていうのはそもそもあると思うんですけれども、でわからなくて二の足を踏むと。で、あとは僕ね、スタジオ24でフィギュアを作っていることは当然、なんですか、動画を見ている方は知ってると思うんですけれども、問い合わせをすることなんてできるわけなんですよ。ただ、なんとなく気が引けてませんか？なんていうんですかね、問い合わせすること自体が気が引けるっていうのもあると思いますし、問い合わせをして聞いたら作らなきゃいけないんじゃないかって、そんな不安もあるかもしれないですし、そもそもプロに、自分たち素人が、考えているオリジナルだとか、そんな商品の相談をするということが失礼に当たるのではないか、そんな感じで思っている方もいるかもしれないんですけれども、まあ、僕はですね、はっきり言います。全くそんなことはないですね。全然問い合わせをしてもらっていいですし、何ですかね。例えば僕なんかは、もうざっくり概算をいつも出すんですよ。で、全然、高いと思ったら断ってもらってっていうか、全然、やめにしてもらっていいですって、もう必ず言うんですよ。で、それよりも何よりも、まず、どれぐらいソフビを作るのに値段がかかるのかっていうことを知ってほしいと。それをわからないと、次の話に繋がっていかないと思うんですよ。だから、次の話に繋がるまでにいけない、わからない、なんとなく怖いっていうところで止まってしまうから、話が流れてしまう。実際にソフビの商品にするというところまで到達できないっていうことがほとんどだと思うんですよね。で、まあ、僕のところはこんなウェルカムなんですけれども、職人さんとか業者さんによっては、例えばこんなイラストとか書いてね、こんなの感じでソフビにしたいんですけどって聞いたとしても、実はですね、出てこないんですよ、見積もりとか。僕からでもそうですね、大体言われるのが、まずやってみないとわからないと。で、できてみないとわからない。で、イラストだけじゃわからないと。っていうようなところになってくると、頼むがもうやっぱりどんどん億劫になってくるわけなんですよ。で、それでやっぱりソフビを作るっていう流れがまたそこで一つ遮断されてしまっている。まあ僕はそう思うんですね。だから僕それダメだと思うんですよ、業界的には。もう仕事が本当に欲しいのであればね、いらないんだったらいいんですけれども、ざっくり伝えればいいと思うんですよ。大体でいいと思うんですよ。だから僕は今日大体で皆さんにお伝えします。本当にだからね、言う通りピンキリなんですよ。造形のね、デザインによっても、大きさによっても、それから、何ですかね、色数とかによっても、もちろん全然違うんで、まあ、一概には言えないんですけれども、そんなことを言ってたら話が進まないんで、ざっくり、今日は本当にお伝えします。一個一個ね、お伝えしていきたいと思います。で、まずですね、ソフビ、まあ、これ大体20センチぐらいの大きさなんですけれども、20センチぐらいの大きさのソフビ、まあこれぐらいの彩色のもの、これかなりグラデーション細かく入ってるんですけれども、まあ、こういった感じのものを作りたい、まあこういった小巻山みたいなものでもいいんですけれども、作りたいと思ったとします。で、まずやらなきゃいけないのっていうのはわかると思うんですけれども、原型を作ることですね。粘土であれ、デジタルであれ、
まず原型師さんに原型を作ってもらう、まあ、もしくはご自分で作ってもらってもいいんですけれども、原型を作るんですね。でこの費用がどれぐらいなのか、ざっくり言いますね。本当にこれざっくりです。大体ですね、30万から50万ぐらいあれば大体のこういう、ソフビ的なフィギュアっていうものは作れると思ってください。でそれでまず原型ができますよね。で原型ができました。さあ次必要なのが蝋型っていう工程なんですよ。粘土で作ったりしたものの原型があったとして、それを金型にするためにソフビの場合は蝋に置き換えるんですね。これワックスとも言うんですけれども、そこにももちろん費用がかかります。でその費用っていうのがこれも大体なんですけれども、20万から40万ぐらい、まあ、これも大体これぐらいあればできると思います。でその後ですね、金型を作ります。金型っていうのは、まあ、何回も見せたことありますけれども、こういったものですね。でソフビの金型っていうのは分かるとパーツがついてますよね、ここに、これで1枚っていう考え方なんですけれども、大きさが決まってるわけなんですよ。大体このね、板っていうんですけれども、この大きさが決まってて、この中にパーツがどれだけ入るかって話になってくる。まあ、もっとね踏み込んで言うと、まあいろいろと制約があるんですけれども、パーツの大きさ揃えなきゃいけないから、まあね、金型を分けなきゃいけないだとか、小さいパーツは小さいパーツだけにしてとか、そういったことにあるんですけれども、まあ、これで何枚この金型が必要になるかっていうことになってくるので、まあ、大体なんですけれども、20センチサイズぐらいのフィギュアであると、まあ、3枚から4枚ぐらいあればおおよそ作れると思うんですね。大体なんですけれども、1枚作るのに10万ぐらいはかかるので、大体ですね。これもまあ凝ったものでパーツ分割をいっぱいしていったりすると変わってくるんで、ショックアイなんてね、ショックアイじゃないや。ここ、もう一個オリジナルがあるんですけれども、これですね、アンドワンって言うんですけれども、これなんて金型6枚ぐらいかな。パーツ分けすぎてめちゃくちゃいっちゃったんですけれども。まあ、普通にやれば大体これも30万から、50万ぐらいでできると思います。で、この後これカッコってなってますけれども、彩色マスクっていうものが必要なんですね。ここまでだと成形してももちろん無彩色のものしかできないわけですよ。色塗られてない、成形したまんまの色なんですよね。もちろんこれで販売するんだったらいらないからカッコなわけなんですよ。でもしくはこれを自分で筆で塗るだとか、なんですかね、塗り分けせずに、フリーハンドのエアブラシだけで表現するだとかなると、別に彩色マスクっていうのはいらなくなるんですけれども、まあ量産していく過程では、まあ、基本的には用意したもらった方がいいですね。小牧山で行くと、例えばこの小牧山のこの髪の毛を塗るっていう彩色マスクっていうのは、例えばこうなってます。これがそうなんですけれども、これこうやってパカーッと開くんですけど、中から出てきましたね。わかりますか、この髪の毛部分を塗るマスクで、こう中にカポって入れて、髪の毛だけ出てますよね。ここにエアブラシをシャーって吹けば髪の毛だけが塗れると。これを一個一個マスキングしてたら、とんでもなく時間かかるわけなんですよ。費用もかかりますし、僕の工房でもしそれをお願いされたとしても、あまりにも効率が悪いんで、多分、断ります。彩色マスクを作ってくださいって話になりますし、彩色マスク作った方が安いって話に僕自身も、そっちの話に持っていくと思います。それぐらい彩色マスクっていうのはまあ必要ではあるんですけれども、で、この彩色マスクっていうのが、これも彩色工程によりますけれども、大体、これも30万から50万ぐらいあれば、できると思います。で、ここまで、なんですけれども、まあこれで幅がありますよね。幅があるんで、もちろんね、高い場合もありますよっていうことをお伝えしたいからなんですけれども、大体ですね、間取りましょう。原型40万。これちょっと出ない。ごめんなさい。出ないんで。黒でいきますね。原型がだいたい40万だとします。で、蝋型、これ間取って30万だとします。で、金型、これも間取って40万だとします。そして彩色マスク、これも間を取って40万だとします。そうすると、40万、30万、40万、40万。トータルプライスですね。150万。原型から、
蝋型、花型と経て、彩色マスクですね。ここまで作るのに150万ぐらいあれば作れますよと。ただここまでできたところで結局、金型ができるだけなのでね、ソフビがもう好きですけどたまらなくて1個だけ欲しいって人はここで終わってもいいんですけれども、まあ、もちろんそれだったらある意味それはまた消費になっちゃうわけなんですよね。そうするとまたまあ人生のメリットとしては少ないかもしれないということなんですけれども、これがこの上に書きましたけれども、固定費と僕が説明させてもらっているものですね。ソフビを作る、そしてソフビを売りたい。そのために、ソフビを作るための、なんていうんですかね、最低限必要な準備ですね。装備といいますか、これが固定費です。これがだいたい150万ぐらいかかります。で、ここまででソフビを作る準備ができました。できたところで次に説明するのが生産費というものですね。生産費っていうのはどういうことかっていうと、先ほどざっくり200万って言ったのは、これは100個作ると想定した場合の、金額です。で、生産費っていうのは、成形と、それから、特に僕のところでやってますけれども、彩色、そして組み立て、完成まで持っていくことですよね。成形、この金型から成形をして、僕のところで、先ほどの彩色マスクとかを使って彩色をして、そして組み立てて完成品にすると。でこれが、100個用意させてもらいます。で100個用意した時に、1個あたりどれぐらいかかるかっていうと、これが生産費なので、次は1個あたりっていう考え方になります。で1個あたり、これも大体なんですけれども、3000円から4000円ぐらいあればまずできると思いますね。で、じゃあこの、例えば100個生産した場合っていうのは、じゃあ結局トータルいくらになるんだってことなんですけれども、まあこれも間を取りましょう。3000円と4000円の間で1個だいたい3500円ぐらいでできたとしたら、100個の場合は当然その ×100 なので、35万ぐらいかかります。で、先ほどの150万と35万足したら185万。で、だいたい200万って言いましたけれども、間を取ると、185万円でできました。書くとこないな、書けませんね185万円でできました。200万円以内に収まりました。それでもう100個、皆さんのお手元に届きます。どうですか、この流れ。そんなに複雑じゃないですよね。で、その他にも、もちろんね、実際ソフビを作ろうってなると、いろいろと問題というかね、必要なものって出てくるんですよ。じゃあパッケージどうするんだと。パッケージっていうものももちろんね、ブリスターを作るだとか、で、化粧箱を作るだとかなると、もちろん費用かかってきてしまいますし、それからですね、で、よくソフビだと、ヘッダーって言って、ここにあるかな。ここに、1個あるんですけれども、ヘッダーって言ってこういう台紙ですね、紙の台紙に袋に入れて留める、こういったものが実はオーソドックスで、逆に言うとこれでいいっていうのがソフビの一番いいところなんですよ。このヘッダーなんていうのは自分で作ることもできますしね。で、まあアソートっていうのもこちらでやってもいいんですけれども、まあ、もちろん単価ね、500円とかもらってやってもいいんですけれども、まあ、皆さんにやることも当然できますよね。で、それからシール作りたいだとか、タンポ印刷したいだとか、デカールやりたいだとか、いろんなこともできると思う、考えると思うんです。それどうしたらいいのって聞いてください。そういうのは聞いてください。できますから。できます。で、それから、自分は色塗れないから、まあまず最初は、設定の色にある、例えばこの色を塗ったと。ただ次はなんとなくこんな色がやりたいんだけど、絵には描けるんだけど自分ではやらない、どうすればいいってなると、それも相談してください。あんまり難しいやつは費用いただくこともあるんですけれども、生産が前提なのであれば、そのサンプルを作るっていうこと、彩色マスクさえあれば、無料でやったりもしています。
例えばね、小牧山であったらすると、まあ、このクリア成形で、全然別の色で販売をしたいってなった時に、ここがオレンジでだとか、そういった指示をもらえれば、こういったサンプルを作ることができます。それも全然相談してください。まあ、そういったところはもうプロに任せればいいんですよ。で、それから最後にですね、じゃあ時間どんくらいかかんのって人いると思うんですけど、時間ですね、だいたい半年ください。原型から、この商品の完成まで少なくとも半年はかかると思ってください。もちろんですね、最短でいけば原型ができて、ロー型、金型、彩色マスクまで3ヶ月ぐらいで突っ走ることもできなくはないんですけれども、もちろん原型師さんだとか、ロー型の職人さんだとか金型屋さんもそうなんですけれども、仕事頼んだ瞬間にすぐにやってもらえるかっていうと、もちろん先方にはそれぞれスケジュールがあるので、そういったところもどこで時間がかかってくるかわからないですし、そもそも、どういったものが作りたい、こうだって原型で、ああだこうだ、ここ違う、ああ違うって言ってやってると半年なんてあっという間ですね。で仕様さえ決まれば、最後100個ぐらいだとしたらですね、生産をしてくれってなったら、まあそれはそんなに時間かかんないんですけども、まあトータルでだいたい最低半年は見てもらいたいですね。半年なんて、でもね、ワクワクしてればあっという間だと思いますよ。というわけで、今ずーっと説明しました。で、これまあ多分ね、今日はもうあんま説明しきれないんで、ほんと触りだけで、今度ね、彩色のこととか、担保印刷のこととか、全然もっと詳しくやってもいいんですけれども、まあ、大まかな流れとしてはこんな感じです。で、わかんないことあると思います。で、全然問い合わせてください。もう今かなりね、仕事はありがたいことでたくさんいただいてて、生産自体は今年ももう全部埋まってるんですけれども、まあね、ネットワークもありますし、僕のとこ以外でも作れる場所もありますしね、わからないことはどんどん相談してください。そういう、わからないことって、で、ソフビに関しての制作のお手伝いっていうことは、スタジオに呼んでやらせてもらいますので、いいと思います。作りたいっていう方はぜひお気軽に相談してもらえればと思います。で、こんな感じで話をしたんですけれども、おいおいおい、やってくれたなと、言っちゃったよこいつ、値段をって思うかもしれない。思ってる方、関係者の方いると思うんですけれども、これ僕言った方がいいと思うんですよ。以前ね、原型の見積もりや、なんか、でたらめなみたいな動画もやったことがあって、原型師とメーカーとのその値段のやり取りの中で、お互い探り合ってね、原型師側もあんま値段を言わなくて、メーカー側に、ね、大体出させるんですよ。これ、いくらぐらいかなって言って、メーカーが、30ぐらいかなって言うと、まあ大体それぐらい、もうちょっともらえると35、じゃあ35で、みたいな。そんな流れになるんですけれども、そうすると、やっぱりね、頼む側っていうのは頼みづらいんですよ。わかりますよね。まあそういったこと書いたら、まあその駆け引きがあるから、金額引き出せるんじゃないかとか、そっちの方がいいじゃないかっていう方もいたんですけれども、まあ僕はね、頼む側でもあるんですよ。メーカーで自分でも作ってる、原型師として作ってはいるんですけれども、他の原型師さんだとか、いろんな人に、お願いをする立場でもあります。そのね、値段がね、頼むことによって、ね、前これ同じものがこれぐらいでできたのに、次全然高かったりだとか、なかなか金額が上がってこないだとか、やってみて答えますっていうか、言われたりすることもありますしね。そうすると、もちろん頼めないですよ、怖くて。で、金額が分かってれば、その金額に合わせて仕事を用意することだってできちゃったりするんですよ。だから、で、これも、しっかり今日僕は金額おおよそですけれども伝えました。そうすると、じゃあこの金額でいくらぐらいで売って何個ぐらい売れば商売になるかもしれないってことを皆さん考え始める人がいると思うんですよ。そうした時にソフビの、商品を作るという選択肢、道がそこにできて、そこの道を進んでもらう人が増えれば何が起こるかっていうと、僕たちの仕事増えるわけですよ。業者さんにしても原型師さんにしても仕事増えるはずなんですね。僕たちだけでこの作るという仕事、そしてこの楽しみっていうものを独占しちゃダメだと思うんですよ。めっちゃ楽しいですから、作るっていうことが。みんなでやればいいじゃないですか。もちろんキャラクターものは難しいかもしれないんですけど、オリジナルだったら自由ですから、みんなでそれを楽しみを共有すればいいと思うんですね。そうしたら、仕事が単純に増えますし、それで仕事回りますよね。で、次に何が起こるかっていうと、フィギュアを作ると、その楽し
楽しさがどんどん分かってきて、フィギュアにもっともっと興味が湧いてくるんですよ。オリジナルフィギュアを作ると他の人が作ってるオリジナルフィギュアも気になるようになってくる。で、自分がこれぐらいの費用をかけて作ってるのが分かるから、今まで高えなと思ってた1万円とか2万円っていうものがもしかしたら安いって思うかもしれない。で、勉強だから買おうっていう考えになってくるかもしれない。そうすると何が起こるかっていうと、フィギュアの購買層が増えていく可能性につながってるわけなんですよ。これ業界としてもやっぱりいいことだと思うんです。まあ、もちろんこれは、何ですかね、今まで B2B、何ですかね、業者と業者、メーカーとメーカー、会社と会社とのやり取りだったのが、これから B2C になることで、会社とそれから個人との取引になることで、もちろんね、そこにで支障が出てくるというかね、やっぱり皆さん慣れてなくて、素人って言ったら失礼なんですけれども、自分の中で思ってるものっていうのも実際できた時にその伝え方もわからないですし、できた時になんか違うって言い始めちゃったりしてトラブルになっちゃったりもするんですよ。で、まあ僕もね、その辺っていうのは、まあ一応交通整理っていうものをさせてもらってるんで、まあそれもちょっとまた別の動画でこんな感じで進めるっていう、依頼の流れみたいなのも詳しく説明したいなと思うんですけれども、そこをちゃんとやりさえすれば、需要が高まって業者の国内の業者の間でも仕事が増えて、それこそ原型師さんも仕事増えると思いますよ。個人も相手にすればいいんですよ。みんなで作ってで増えていってですね、仕事が回っていくというところで、僕はねこれね、業界としていいことだと思うんですよ。値段を隠すんじゃなくて、やっぱりオープンにした方がいいと思うんですよね。これぐらいかかるっていうことを。まあもちろんね、僕もね、間に、はっきり言って入ります。これから原型師さん、僕、頼まれても原型はね、今なかなか作ってないんで、自分のネットワークというか、お願いする原型師さん、いろんな方がいるんですけれども、原型師さんにお願いをしたりだとか、いろんなろう型の職人さんにお願いをしたり、するので、なんていうんですかね、そこに対してもちゃんと仕事として、責任を持ってやる分、そこでちゃんと費用はいただくんですけれども、それでも僕はね、原型さんとか作る人へのリスペクトもあるんで、ちゃんとそこにお金がやった分、それで生活していける以上のお金が回っていけるようにっていうところで考えてやっているので、僕だけ得しようとは思ってません。なので、皆さんから仕事をいただいて、みんなで仕事を回して、業界全体で伸びていく。で、ユーザーも巻き込んで、フィギュアという、業界をみんなで盛り上げていく。そんなことのきっかけになればいいなと思って、今日値段の公開をさせてもらいました。というわけで、このシリーズっていうのは、これね、もう全然喋り足りないんですよ。もう、詳しく話していくと喋りたいこともいっぱいあって、こういう場合はどうする、こういう場合はどうするってことがいっぱいあるので、喋りたい喋りたいっていう感じなんですけれども、まあ、ちょっと今日はこれぐらいにしときますけれども、いかがですか？ソフビ、作れなくないんじゃないですか？って思った人もいると思うんですよね。まずは、そう思った方は、お気軽にラフスケッチでもいいです。大体ですね、そうですね、サイズと、それから、デザインですね。で、まあ、色塗りたい場合は色、それから、まあ、作りたい数、これぐらい分かれば、大体の費用を僕は出します。概算で出します。なんで、そういったところから、作るきっかけを作っていってもらえればなと思います。というわけで、今日は、ざっくりですね、ソフビの値段っていうものをお伝えしました。これを動画を見ていただいて、一緒にフィギュアを作る楽しみを感じてもらって、みんなでもう毎日ワクワクしながら、このね、毎日を生きていければいいのではないでしょうか。というわけで、今日はソフビの値段ということでお伝えしました。ではまた。